ございます。ペイです。今回は2泊2日で和歌山県の南紀へ行ってきました。ここ数回の車中泊旅は極寒や大雪がテーマ化してしまったような車中泊旅が続きましたが、今回はズバリ小さな春を見つける車中泊旅。しかし南紀へ行ってみると晴れていて雪はないものの、強風で気温も低く超寒い。それに高速道路では事故で全く動かなくなるハプニングも。さあ果たして私たちは小さな春を見つけることができたのでしょうか。それでは和歌山県南紀を2泊2日でキャンピングカー車中泊旅、本日もよろしくお願いします。かんちゃん、はい、道の駅那智に着きましたね。はい、あんまり止めれる感じじゃないね、台数が。まあ止められるんかな。まあ駅だからやっぱりちょっと、ね、そうやな、車が、うん、道の駅と電車の駅がくっついてるんですね。でね、なんかこう結構ポツポツポツってこう駐車スペースがあるみたいで、なんかまとまってないから、なんかどこ止めていいかちょっとね今試案中です。あ、とりあえずトイレ、トイレ、トイレ行ってきます。あ、ない。うまいな。ポスト黄色やな、ね、初めて見た。無人駅。あ、無人駅やね。わあ、雰囲気ある。母ちゃん、はい、A コープ那智、那智、さっきの道の駅那智から少し走ったらね、スーパーがありました。ここで夜の買い出しします。今日はね、もう夜はね、なんかそんな作るとかじゃなくて、もう買ったものでいただこうかなと。2人ともね、最近仕事でちょっと疲れてるのでなんか今日は無理せず、お惣菜でいただきたいと思います。じゃあ行ってきます。これはいいよ、イサキがいいな。めっちゃ美味しそう。ねえ、すごいね。ねえ、これがいい。これがいい。わあ、綺麗。あ、アマダイやって。ああ、こんなんなっかないやん、こんなん。みんなやってるんですよね。あんまり保存剤とか使ってないから、ちょっと早めに食べてもらってっていう感じが。ここ良かったね。ここでいいわ。うん、なんか今ね、お刺身、スーパーの前にお刺身屋さんがあって、うん、お刺身屋さんっていうのかな、なんか魚屋さんがあって。お刺身とか珍しいお刺身めっちゃ売ってます、ね、ああめっちゃね、いい買い物ができました。いや本当、うん、お値打ち、ね、場所はね、この紀伊天満駅、紀伊天満駅の国道 A コープの前ですね、うん、A コープの前、うん、ここ、ここ、まあ食べてみないとわからないですけど、うん、多分もう見た目にはもうめっちゃ美味しそうです。で、なんか保存料とか入れてませんって言ってました。私アレルギー体質な大事なこと。さやちゃん、はい、いいもの買いましたね。どん兵衛。どん兵衛。今日はちょっと久しぶりやな、どん兵衛食べる。魚ないいの買えて、ちょっと見して。そうなんです。お魚は、うん、こんな感じですね。はい。これはちょっとお惣菜。お惣菜な、お惣菜なんですけど、うん、これ何だったかな。イサキ。あ、これイサキで。うん、でイカのね。なんかすごい開きね。すごい開きと開きね。一夜干しみたいな感じ、ね。はい。ね。これね、アマダイね、これね、これあんま見えへんわ。すごいね、字綺麗だね。安いよな。すごい、アマダイ。アオリイカな。アオリイカ美味しそう。アオリイカ久しぶりやな、食べるの。うん、これなんだろう。これがね、ちょっと麺取りってね、多分なんかこんな魚かなっていうのはわかんねんけど。でも地物だもんね。うん、そうやな。美味しそうだね。じゃあ今から道の駅太地に行こうか。ちょっとさっきのところの那智、道の駅那智はちょっと車止めにくかったからなんか、うん、移動しましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。左です。
の駅、あれこれ道の駅もしかして、あ、これかもね、じゃ あれ左って言ったけど、あ、左に行ってすぐ、あ、これか、あ、そうなんやね、これやね、うん、ここが結構いっぱいなんだね、どうしても結構いっぱいな感じですね、なんかめっちゃ綺麗やな、ほんまに、ね、ホテルみたい、なんか色使いが、あ、暖房効いてる、すごいな、めっちゃ綺麗やん、トイレ、すごいすごい、ちょっと見てきていい、これはあのこれだ、あ、違う、あの哺乳、あ、後ろか、そうそうそう、うわ、めっちゃ綺麗、何これ、何これ、何このスペース、うわ、すごいな、子供ちゃんのやな、へえ、なんだこれ、うわ、何これ、すっごい、めっちゃ綺麗ですね、ここトイレ、びっくりした、本当に、リーバー、ああ、そうか、全然使ってないもんね、なぎちゃん、今日別に暖房、うん、あのせえへんから、レンジ、あ、レンジせえへん、使っていい、ああ、もうほな FF ヒーターつけようか、うん、今日はあれやな、パン買ったやつも食べてないから、餅とかね、いっぱいあるし、あ、そうや、いっぱい、今日おやつもいっぱいあるし、なぎちゃん、ごちそうやな、これ、せやで、もうお好みとかいっぱい入ってるしな、なぎちゃん、ごちそうやけど、メアニが、よいしょ、なぎちゃん、冷蔵庫に挟まれとんで、ね、冷蔵庫押し返しまくる押し返すから、ガーン、いい匂いしてんだ、でも、あ、そう、いい匂いしとる、こっちに折り込んだ、もういただきなさいよ、じゃあ、なぎな、よし、じゃあ私たちも飯いただきましょう、これ温めるそのまま、ああ、もうこのままでいいかな、もう今日はどっちがいい、メキシカンとこれクリーミー、あー、メキシカン、今はね、道の駅タイジにいます、タイジ、タイチ、タイジ、タイチ、へぇ、タイジかな、タイチ、あれ、ちょっとこの辺に帰ってきます、タイジじゃないかと思うんですけどね、今日はね、ここでも休ませていただこうと思ってます、でね、さっき買ったお刺身が、俺が、もうちょっとね、名前が分かる。だからね、これ甘ダイでしたね、これ甘ダイ、甘ダイ珍しいですよね、でこれは、あれだ、これがイサキで、これがアオリカで、これお惣菜で、でこれは熊野古道の道の駅で買った鮎のひつまぶし、でこれはね、家内が買ってきてくれてたサラダですねで今日はね、もう出来合い物で済ませたいと思います最近ね、ほんとね、2人ともね、仕事めっちゃ忙しかって、旅もね、久しぶりやねんな、これ、そうですね、久しぶり、久しぶりやんな、3週間ぶりぐらい、3週間ぐらい行ってないもんね、うん、そう、行けなかったんですよ、今日はね、適当旅みたいな感じ予定もね、ほんとに決めてなくって、でも、なんか面白かったよね、結構今日はね、なんか和歌山、結構和歌山新発見やったわ、なんか和歌山知ってるしとかって思ってたけど、ね、全然違うかった、また、なんか
やっぱり新しく変わってたこともあるしね、しばらく来てなかったんで、トレトレ市場なんか全然違うかったもんね。びっくりした、パワーアップしてました。本当やな、本当やな。歌は変わってなかったね歌は変わってなかったね。まあでもやっぱり和歌山って、なんか紀伊半島こうぐるっと回るとかね、なんかやっぱり旅っていう感じもするしね、来やすいよな、まあ関西に住んでるからね、私たちは神戸なんで、やっぱり和歌山とかって言ったら近いんでね、なんかもう長野県とか、もう東北九州とか言ったらもう1日ぐらい走っとかないといけないですけど、ここだったらね本当に何時間かで、すぐ、ね、これもね、帰れるなっていう、そうそうそう、すぐ帰れるなっていう、なんかそうすぐ帰れるなっていう、もう丸1日その次の日までは帰られへんみたいな、そんなことないもんな確かに暑い？大丈夫？なんかもう、あ、もう眠たいんやな、ないで、眠たい、眠たい、もうちょっと我慢してない？待って、もうちょっと待ったって、さあ、じゃあご飯いただきましょう、はい、じゃあいただきます、いただきます。いやもうよくよく聞いたらいらんじゃない？そう、いらんぐらい、ちょっと暑いな、なぎが暑いんやな、よくよく聞いたらしてます、そうだな、一気にあったことない、うん、これ周りが氷点下やったら、なかなかこんなにすぐ温まらへんかったな、やっぱり温まらへんかった。今気温何度ぐらいだろう、7度とかぐらいあるんちゃうかな。そうよね、だから前のな最高気温で4度とかそんなんやって、マイナス何度とかやったら温まらへんかったよね。そうそう、やっぱそうやな。あじゃあどれから食べたいですか、ちょっとこの甘鯛食べてみ、これ絶対美味しいと思う。抹茶前のめりやなそんなかい、甘い、え、甘だよこれ、甘だやって、わ、あれ甘だよなんて初めて食べたかな。お刺身であんま食べたことないわ俺、ほとんどやっぱりとか塩焼きとかやな、はい、オリイカそれぞれ美味しいわ。あ、ほんま、なんかね、チーズンさんがね、これなんかね、初めて食べるあの食感、ほんならちょっとこれから食べさせてもらう。あっさりしてるはずのに、なんか後でバチバチ、なんていうの、ゴリゴリ食べ応えがなんか出てくる。あ、でも美味しいわね、美味しいわこれ。ちょっと甘だいね、甘だいよ、本当に甘い。そっか、やっぱりそうなんや、びっくりするぐらい甘かった。あとでなんかすごいな、うん、うまい、いや本当に美味しい、あーやばい、うまいわ、自然な味だね、あ、耳かいなってきたなんでやろ、アレルギーかな美味しすぎて、うまい、うまいです。あいちゃん、コーヒー入りました。はーい、コーヒーいただきましょう。いただきます。ちょっと眠かったね、今日はなんか眠かったわ、今日。ヤギ様も寝不足やから、ね、寝不足やな眠たいって。やっぱこのコーヒーちょっと味違うね、いつも飲んでるのと。ちょっと違うね、酸味がある。でも飲みやすくて美味しいけど、美味しい美味しい。草もち熊野古道特産、ジオモキです。もうちょっと前に持っていかないと見えないねパッケージが潰れとるで、これあのもうちょっと可愛かったんですけど、あのちょっとこの辺がなんかヌスッとの親父みたいになっちゃいましたけどね、この辺が潰れてパン祭り、パン祭りですね。嬉しい。スッちゃんもどうぞ、パン祭り、食べられるのパクパクどうぞスッちゃん。スッちゃんな、ただいまの時刻は8時59分です。もう本当ね、あのご飯もさっき終わって、今ちょっと至福のひとときですね。
ナギはもうね、あの横で寝てます。もうナギも寝不足、やっぱりなかなかね、いつもはね、あの好きに一人で点々としながらあちこちで寝たりしてるけど、9時こんな音なの、学校の授業終わり、夜の9時にこんなでっかい音なの、すごいね。5時とかやったら、5時とか6時とかやったら分かるけどな、夕方のこれ何の合図なんだろう、寝る時間、あ、就寝の時間病院すごいな、すごいね、こんな音なんだ、でっかい音、ね、これは何なんだろうね、だから寝る時間、寝る時間就寝です、電気を消灯時間、消灯時間、うん、もうね、明日の予定もね、あの考えてないんですよ。もう今回はとりあえず、あの仕事から解放されたくて外に出たって感じだったからね。だから全然ね、予定考えずに、まあ、あの和歌山だったらある程度知ってるところが多いんで、もうあのとりあえず行こうみたいな。で、渡良瀬温泉にね、行ったんですけどね、今日、うん、渡良瀬温泉はあの初めて行くとこだったんで、ちょっと調べていきましたけど、渡良瀬温泉めっちゃ良かったわ。良かったです。あ、びっくりするぐらい良かった。なんか近場に、まあ、近くはないけどね、うん、だって車で何時間かかる、3、4時間、4時間ぐらいかかるもんね、もう近くはないなって感じ、うん、でもね、すごいいいとこでしたね、うん、やっぱあの熊野古道のあたりはな、なんか雰囲気が、雰囲気がもう、やっぱりなんか登ってみたいくなるような、うん、なんかこうワクワク感と、まあ、こけまくるやろうけどなうるさいわ、うん、けどなんか行ってみたいなと思う、ね、ちょっとなんか興味が湧いた、うん、入り口を覗いただけ で、うん、でも外国人の人ばっかりやで、ね、登ってんのが、そうそうそう、日本人の人一人ぐらい、若い人が一人ぐらい、なんかすれ違ったぐらいで、ね、後の人はみんな外国人の人ばっかりやったね、うんうん、外国人の人の方が日本のことよく知ってはんのかもな、ね、情報があるからね、当たり前のようにあるからって思って調べへんもんね、そんな、うん、ほんとね、あの辺りはね、ほんとあの熊野古道の辺りはやっぱりなんか神さんがいそうな気するもんな、うん、なんかね、本当になんか光、太陽が当たってて、こう影が、山の影ができたりとか、あの朝もやとかさになったら、なんか本当にさ、母ちゃん言ってたみたいに竜が出てくるんちゃうかとか、なんか本当にね、なんか川がね、こう大きな川がこういう風にうねって、あの進んでいくんですよね。そしたらやっぱりああなのね、今だったらなんかこう情報もあって知識もあるんで、これはこうだとかっていう現象的な、自然現象的なことは分かると思うんですけど、昔の人なんてね、そんなこと分からなかったら竜に見えたりとかね、感じたまま見たまんま、なんか山の中でさ、真っ暗の中でさ、ちょっと光とかが出たらさ、それはなんかそこに何かが宿ってるとかって思うのは、ほんとそうなんちゃうかなと思うわ、うん、それがね、まあ、純粋な心で見たらそう見えるやろし、うんうん、俺らみたいにもう歪みまくった心で見たらさ、えらいちゃうでみたいになるけど、飛んでるやんけどな、やっぱりそう見えたんやろうなって、うん、うん、昔の人には竜とか、うん、そういうなんか今ではないものが昔は本当にあったんやろうな、その人たちにとってはね、それはもうそう信じてね、信じてね、なんかでそれを感じるんだもんね、うん、でそれを大事にしはったんやからな、それはすごいことやわ、うん、熊野古道はやっぱちょっとなんかあの辺りは少しの時間こうゆっくりそこで過ごしてみたいなって思うよね、うんうん、今日はもうね、ちょっと疲れが溜まってるんで早めに寝ようと思います。明日朝ね、もし早く起きれそうだったら起きて、そこ海やしね、ああ、そこもうそこ海やったよ、あ、そっか、うん、あ、浅間屋の海とか見れたらいいけど、寒中水泳なんでなんでなんで一人でやっといても健康法死んでも死んでも、うん、ああこれ食べたらね、布団引きましょう、
ナギちゃん口臭いな。ナギちゃん口臭いわ、なんか今日缶詰食べたから。そうやな、肉食べたからやな、うん、普段とちょっと違う匂いしとるで。ちょっと肉食べちゃった。そんな感じやわ。動きが大変鈍い。お腹いっぱいなんだね、舞台を。ネギちゃん、あっち行って。あっちあっち。よし。わからんとこにうまいこと隠すね。今日ね、こっち下がりやから枕して寝れたらこっちでもいいけど、頭がこっち、うん、うん、枕してなあかんわ、うん、うわ、よいしょ、そう、もうできている。広げるだけ、広げる。ちょっと暑いから窓開けよう。うん。ただいまの時刻は11時9分ですね。なんやかんやしてたら遅くなっちゃいましたね。今回は初めて予定をそんなに組まずに車中泊旅に出たんですけども、なんかそれはそれで面白かったなと思いますね。明日はね、全く予定がないんで、本当に行き当たりばったりで楽しむのもいいかなと思います。それでは寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。寝れましたか？寝れました。寝れました、はい、うん、あのね、昨日の夜はね、暖かかったんですけど、うん、今朝ね、寒かったです。そうです、うん、もう外出たらめっちゃ寒い。キャンピングカーはね、暖かかったですけどね、全然暖かかったんですけど、うん、外にあの、ナギの散歩で出てきたら、もう手袋しないと、うん、寒くて、もう冷たいって感じですね。やっぱりよく冷えますね。晴れてるだけにね、よく冷えるんですね。ああ、じゃあ今日は全く予定がない。全く予定がないです。もうね、適当にあのブラーっと旅をしようかなと思います。じゃあ本日もよろしくお願いします。眠たい。いや、FF ヒーターつけたけどなくなったと思う。まだやろ、まだ、なんか増えた。ナイちゃん、え、来たん、かわいいな。大丈夫でいいの？え、あかんよ。布団あったらいけるけど。ナイちゃん、ご飯やな。ご、え、かわいい。え、せんよ、もう。ハロー。あの、いや、来た。なんかジャンプしてきそうで怖いね。そうだね。だってさ、ここさ、こう、あ、あの、開けようと思ったら、早く見たら多分ね、こう、ジャンプしてたもん。なんか手かけたらどうしようと思ったもん。怖いな。でも、こうやって、こう下ろしてたらびっくりする。やりそうやな、ないけどな。
今日の予定が全くない。よかったよ。ないで走らせられるとこないかなと思って。今日はもう寝へんから、うん、片付けなくなるな、俺。あ、そうだね。うん、入れていいのね。なんかさ、チャック閉めようと思うねんけどさ、うん、もう老眼でさ、近くでこれ遠くへ出されへんからさ、こうできへんからさ、もうぼやっとしてるわ。かわいくない？ならないでね。ああ、ならないでね。ならないでね。虐待にもね。神様だってね。仏さんみたいな。熊野古道の仏さん。熊野古道はな、ちょっとゆっくり本当に水徳立てていきたいね。ちょっと歩けんねやったら、ちょっとの区間でもいいから歩いてみたいわ。一応なんかいろんな季節の行っても綺麗そうやね。一応の時期に行っても、あの細いこんな急なところをナギと一緒に歩くってちょっとナギ話してたら歩けそうやけどさ、ね、リード持ってって言ったらちょっとまだ難しい感じするわ。確かに、うん、もうちょっとナギが安定して歩けるようになったらいけるかもしれないな。熊野古道もちょっとな歩いてみたいな。ちょっとなんか景色が綺麗そう、うん、でも多分短い区間もあるで、そんなずっと歩かないなんてことはないやろ。でもだいぶあれだろうな、うん、車を追うのはなくなったな。バイクはまだ追うけど、うん、ちょっと空気がこもってるんで部屋の換気します。マックスファンあんまり使ってないんですけどね。でバンクの窓にしときます。開けるのは。よいしょ。あ、めっちゃ風通る。すごいな、やっぱ風めっちゃ抜けるな。すごい入ってきてる。じゃあ母ちゃん、はい、道の駅の販売所、はい、母ちゃん、はい、道の駅の直売所見に行きましょう、はい、なんかやり直すね販売所直売所直売所見に行きます。あの9時までね、9時にやったら開くんで9時まで待ってました。道の駅の直売所で買ったもの見せてください、はい、まずじゃん、アジの開き、はいはい、じゃん、はい、サマの開き、はいはい、じゃん、カマスの開き。開きばっかりですね。開きばっかり。開きっぱなし。開きっぱなし。じゃん、うん、はい、これ見たことないんですけど、うん、タチウオのみりん干し。タチウオのみりん干し、うん、こんなのです。すごいな、なんか、はい、うん、タチウオ、ちょっと炙って食べんねんな。美味しそうですね。美味しそうやな、はい、ここからが、うんうんうん、ここに来たお米です。はいはい、メバチマグロ、じゃん、マグロ、おー、すごいな、はい、安い安い安いね、はい、うん、生メバチマグロです、うんうんうん、すごいでしょう。すごいな、それすごいよな、はい、まだあるんです、はいはい、生瓶超タン、生ビンチョタン、生ビンチョ、生ビンチョマグロな、何やそれ、生ビンチョタン、生ビンチョマグロね、ビンチョタンな、あ、なるほど、そっちへ行ったんやな、さすが、ビンチョマグロ、はい、これ生ね、生です、です、これのこの大きさで1100円、はい、これ安いで、はい、ビンチョマグロです、はい、生マグロ、はい、
マグロブロック、これは本マグロのことかな、なんかあねえ、なんかですね、他の名前キハダとか書いてあったけど、これは書いてないから本マグロかもしれへんね。でっか、はい、1300円安っ。これ生やからな。そうなんですよね、すごいな、はい、まあ、これ、結構買ったね。でもそうですね、でも冷蔵庫に入るかな。まあ入るな、多分入ります。結構大きいんで、この冷蔵庫は、うん、そうやな、冷蔵庫な、うん、冷蔵庫あったらこういうの買えるからね。そうそうそう、入れる、ね、これなかなかクーラーボックスじゃちょっと氷の心配とかせないかもね。なぎ、せーの、仲良し。はい、ありがとう。はい、じゃあなぎの走れる場所探しに行きましょう。今道の駅大樹を出発しました。これから道の駅虫食い岩っていうのかな、なんかそこに行って、なんかな、芝生がちょっとあるみたいやから、まあ、ナギがね走れたらいいなと思って行ってみようと思います。11キロぐらいなんでね、ここから、まあ、そんなに遠くないのと、あの通り道なんで行こうと思います。で、まあそこでね、野菜とかもし売ってたら野菜買いたいなと。山の方なんで、あの売ってるんじゃないかって期待してるんですけどね。じゃあ安全運転で行ってきます。案内を終了します。指かけて、すごいな、うん、すごいすごい。これが虫食い岩っていうねんの。じゃあ自然に来るのかな。そうだよな、うわすごっ、なんかスペイン行った時の カサノバ、違うな、カサミラや、カサミラに似てますね。ガウディのカサミラに似てますね。もうめちゃくちゃやね。なんかね、スペインに行った時にガウディのね建物を見ててね、でそれのカサミラっていう、集合住宅だったと思うんですけど、それな感じですね。なんか本当に外観が確かに、かっこいい、ね、かっこいいね、これこれかっこいいわ、本当に。虫食い岩に来て、ナギが走れる場所があるかなと思ってたんですけどね、なかったんで、ちょっと手前に芝生のところが、走れそうなところがあったんで、そっちの方に移動します。上手。あ、また来た。いやー、母ちゃん、やらせてくれんな。いい、いくよ。待て。
母ちゃん、はい、なんかロケットが打ち上がるみたいでね、たまたまでもしかしたら、うん、そう、そう、ロケットのなんか打ち上げがあるみたいで、今日はこの辺りで、うん、でたまたま来たところでなんか人が集まってきてロケットが飛ぶみたいな話をしてるんで撮影してみようと思います。撮れるかどうかは分かりませんが、じゃあやってみます。あかんかった。あかんかった。難しいんやな。難しいね。うん、映画の方には行かないですね。ダメみたいですね。難しいですね。やっぱり2回失敗してますね。今日はもう発車なしですって。残念。あ、残念。道の駅一枚岩、これすごいな。すごいです ね、やっぱこの辺岩山なんですかね。すごいですね。めっちゃ、これは一枚岩っていうぐらいやから、これ一枚の岩やな。ねえ、なお、すごいな。めっちゃでかい。でかい。ここの道の駅はおしゃれや。おしゃれです。なおしゃれやな。お肉料理が多いね。そうですね。ジビエのお肉料理が多かったわ。ちょっと私たちはお肉があんまり食べられない。まあここはね、おしゃれなね感じでしたね。なのでちょっと私たちにはハードルが高かったかな。キャンプ&フード。うん、なるほど。ああ、じゃあ先進みましょう。もう予定がないので。動かへん。ああ、固定されてんの。動くかと思ったけど。うん、違いました。違う方ね。はい、じゃあ母ちゃん、はい、先進みましょう。うん、でも予定がないんでどこへ行くかは分かりませんけどね。とりあえず先進みます。じゃあ次は道の駅すさみの方に向かって進んでいこうと思います。じゃあ行ってきます。ここはね、どこやろうな。急にね大きな公園があったんで、まっちゃんの放し飼いはダメで、多分散歩は大丈夫そうなんで、風がね、風がすごく強いんですけど、ちょっとだけ走ってきたりちょっと風が強い。
Thank you.